こんばんは、リコピンです。見ての通り今日はたこ焼き。こんばんは、リコママです。たこ焼き、わあ。わあ、ほっぽい。うい、乾杯。もう今日飲んでるんだけどね、朝5時から、うん、リコはねでもなんか今日死ぬほどやる気がなくて、何も洗い物もしてなくて、ここでなんか作れるものたこ焼きってなるそれで、うん、洗い物はさ明日まとめてすればいいかみたいな。だってめんどくさすぎてさ、ここで粉作ろうとしてるからね。でも偉いんだよ、ネギと紅生姜を刻んで混ぜてきたから、うん、粉を開けて。いつもさ違うメーカーのたこ焼き粉買うんだけどさ、うん、これなんかどこで買ったかも記憶ないけど、なんか家にあったたこ焼き粉家にあるもので作ればいいぐらいの勢いにやったでしょ。そうだって今日たこないから。うん、たまご。リコにしたら珍しく測ってる。たこ焼きはいつも測るね。これ入れる。あ、それ好みだよね。そう、一応ね、かつお節粉末とかかつおエキスとか入ってるっぽいけどさ、いつものやつもっとすごい出汁の匂いするんだよね。ちょっと入れようかな。入れよう。半分ぐらい入れようかな、うんうん、好みだけどさ、たこ焼きはやっぱ出汁が効いた方がいいって言う理由も、うんうん、でもね、一回ね友達とタコパした時にね、よくさチョコレート入れてやるとさ、うんうんうん、が美味しいみたいなやつやったらね、すんげー出汁効いてる生地作ってたもんでね、え、何これってなった。チョコレートのやつはね、生地を変えてホットケーキの粉にした方がいいよ、ね。この家で一番大きいけど壊れるってさ、もう壊れかけてんのにね。壊れかけのラディオ。何が何が何のダメ出し食らったの私今。なんか音程的な。音程はだって私は音痴だもん。音痴うんちだから。もう粉入れちゃおう。温まった？温まった。すごいジューって言ってる。え、マメ言っとこうか。ジュー。ハンバーグ。違うことなんか油浮いてる。温め足りないよね、うん、まあ、気にしてられないよね。関西人にキレられるスタイル。関西の方ごめんなさい。あたくやウインナー。テレレレテレ。ドラえもんに謝って。なんで、え、むしろ感謝してほしい。え、なんでここはウインナーね。たらこ。たらこ、うん、キムチ、キムチ A 型がぶち切れるキムチの開け方あなたも固まってるよ開かないよき。この端っこの方さ、もうだいぶ固まってきて、そうそうそう、ていうか温度下げればいいことない、うん、あ、振っちゃうか。大阪の人に謝ってまだ人が見てないことを願おう。あ、確かにそれだ。でも私まあまあたこ焼きはうまい方なんで。キムチのやつってさ、結構キムチの水分出てさ、うん、あれだよね、わかりみ。ひっくり返すのちょっとたまにしんどい時ある。全部の竹串にチーズが、そう、どんどんチーズがまとわりついていく。これもたこ焼きじゃなくて、あのチーズ焼きだから関西の人許して。そうそうそう、初手からチーズだもんね。そうほら、うまいこと言ってるでしょ。シソカツオニンニク。もうビールだよね、進んじゃうね。進んじゃうね、たこ焼き食う前からね。シソカツオニンニクだけで何だったらずっといける。うん、わかる。たぬきちは今日はちょっと頭も痛いし、俺はあんまり喋れないかもしれないし、仕事もまだあるから、たこ焼き向こうの部屋にデリバリーしてって言ったから、デリバリーしてあげよう後で。すごいじゃん。うい、うい、うい。朝5時からもいいから、ね、うん、やってんな。寝酒って言葉あるけどさ、なんて言うんだろうね、モーニングアルコール起き酒。起き酒まあ、ある中だね。うふわ。ママもお酒大好きで、すっごく飲むけどさ、うん、起きてさあ飲むかと思うもんでもちゃんとリコあれだよ、朝から飲む時のお約束としてちゃんと白湯を一杯飲んでから飲んでるよ。何の約束だよ、ね、やっぱさ年齢的にもさ胃はさいたわっていかないといけないからさ、体に優しく
あれ注文してるんだね。そうそうそう、やっぱまだ長生きは一応したいから、あいよあいよ、そうそういよいよ、ビールもいいんだけどさ、ちょっとさ持ちきれないからさ、これも入れちゃおう。今日はアルパカじゃない、フクロウちゃん。スプーンをここで洗う。A 型発狂動画。なんかママがさ、こっそりやろうと思って他のもの入れてる時に、うん、1個とか2個だけこっそり入れて、うん、ロシアンルーレット。なるほどね、マジ親子すぎて無理。発想が一緒すぎる。適当になってきてるもん。よもやよもやよもや、どこ入れた？いつもいつも適当、いつも。いただきます、いただきます。うん、もうたらこだ。ママもたらこだった、うまい。たらこやば。うん、キムチ食べて。キムチ天才の所業。うまい。やる気がないときはずっとたこ焼きやってればいいよね。うん、これも買ったんだよ。うん、それも入れよう。ブラックペッパー、カマンベール、おつくむくごく。たこ焼きとさ、ワインが合うんだよね。まだビールあったからビール先飲んじゃうけど、皆様に謝らなければいけないことがあるんですよ。何個か前の動画にさ、あのヒカルさんの YouTube に出した、下克上っていう企画に出したシャモっていう人が今 TikTok ライブで毎日北海道一周歩いてしてるから、見かけたら応援してあげてねみたいなさ、まあ、軽く言ったと思うんだけど、リタイアしました。ボケナス。まあ彼にしては頑張った方かと思いますよ、うん、というわけです。何回食べてもキムチ噛んだ瞬間、うん、一瞬感動する。キムチのジャキとかうまいね。うん、私大体いつもタコない時このレパートリーだな。うん、1年に1回ここに数ヶ月来て、うん、うまいもんも飲み食いさせてもらって、そうだよ、やったー、お財布も潤うぜーと思ってきて、何でか知らないけど、うん、お財布潤ってない。うちが今金欠だから、いいやいいや出してもらおうとか思ってきても、ついつい出してあげなくなってしまう。親心やな。親心なんてものがあったのよね。え、友達だと思ってた。あれよ。友達親子でも親心はあれよ。よかった、じゃああったみたいで、おお安心したわ。でも YouTube に最初から1万円とか言うんだ。あれまたあれ以降もらってないじゃん。あれ以降はママが出したのはあるけど勝手に、うんうん、あの時もリコにママの財布がそこにあるから1万円そこから出していってって言ったんだけど、そうだよ、なのにあたかも私が勝手に財布から1万円持ってったかのごとく言うからさ、世の中情報操作っていうのはこういう風にされていくんだよ。情報操作がね、本当だよ、風説のルグだよ。世の中何を信じて生きていけばいいか分からなくなっちゃうよ。いいんだよ、自分を信じて生きていけば。名言でたじゃん。自分を信じてっていいこと言ってるやつがアル中っていう問題がある。いや、アル中こそ多分世界の原点であり頂点みたいなところあるじゃん。本当の病気の方のアル中にならないよね。この前たぬきちがさ、私はここの筋をさちょっと痛めてさ、うんうん、でそれを言ってなかったんだよ。で手がねこうやってちょっと震えてたの、アル中みたいな。ふざけてね、たぬきちで、ねえ見て本当にアル中になっちゃったっつったら、すんげえ大真面目なトーンでさ、ねえ本当にそれだったら一緒に病院行こうって言われて、いやいやねっつって。あのさ、健康でもさあるよね、すごい重い荷物持ったとかさ、うんうん、手がプル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 してさ、そのパターンの時でしょ。うん、ここが弱くてぐちゃぐちゃになっちゃった。弱いとこはね、後で強いところで整え直せばいい。そうそう、くるくるしてられても適当に丸くなるよね。たこ焼きなんて自動で丸くなるもんだと思ってる。そうそう、結構勝手になる。関西の人いるかね、見てくれてるかね、登録してくれてる人いるかな、関西の人で。関西の人いたらアドバイスお願いします。なんならダメ出しとかちょっと聞きたいもんね。うん、リコの場合ズカズカ書いてくれて構わない系だから。あ、そうそうそう、極端な話死ねとか書かれても行きます、はびこりますって思うタイプ。くそ、草とか言う。チーズは臭くてなんぼでしょ。臭いチーズの方がうまい説あるからね。うん、臭
たいチーズはうまいんじゃ。たこ焼きっていいわね。普通にご飯作るよりもさ、うん、洗い物少ない気がするし。それにさ、めんどくさいイメージがなんかあるけどさ、うん、やったことある人ならわかると思うけど、そんなめんどくさくないんだよね。あ、めんどくさくない。大将、うい、今日もよく転がってんね。そうでしょ、今日も転がしていくよ。コロリンコロリン。え、なにそのコロリンコロリン。コロリンコロリン。え、大将がコロリンコロリンっていうの。リンコロリンコロ。なんか違う。まあ、正解だとは別に思っちゃいないよ。っていうか、これに正解も不正解もなくない。いい、おいしい。あ、やば、これやばい事案かも。やばい事案です。これやば事案だ。うん、強い、弱いところから強いところに移すべきじゃない。いい感じじゃん。結果無理やりいい感じにする。そう、それがたこ焼き。そうだよ。関西の人ごめんなさい。関西人は恐れる。でもさ、実際こだわるだけあってさ、うん、関西の人に焼いてもらったらうまいんだよね。うんうん、確かにね。カマンベールがピョコピョコピョコって煮えたぎれ。問題のこのニンニクを入れたさ、うん、やつ多分これだと思うんだ。まずいわけねえんだ。意外とあり。あ、たこ焼きのおすすめの具なんかも知りたいね、みんなのね。うんうん、カマンベール絶対やばいよね。ママ絶対食べれないもん。いや、さすがにリコでも熱いと思うんだよ、うん、でも食べたい気持ちと今すごい葛藤している。あかっ。危険物だもん。あっかっ。うん。これ胡椒のカマンベールめっちゃ正解かも。合う。うわ、カマンベールのたこ焼きワインに合う、うん、絶対合うじゃん。ニンニクだった。当たった。合う。意外といけちゃうよね。うん、そのまま食べるのは美味しいな、知ってるけどさ、うん、いけても意外といけちゃうね。ね、いいね。めんどくさい日のたこ焼きってちょっとテンション上がるわね。うん、何より美味しいしね。うん、ではもうだいぶお腹いっぱいだけど。ちょっと待って、だいぶお腹いっぱいだけどって言いながら次の準備してるよ、この子。いやいや、たぬきちゃんが食べるかなと思って。絶対自分も食べるよ。え、2個ぐらいね。じゃあ残りはゆっくり食べていきます。 X とインスタと TikTok の方も登録お願いします。そしてこの動画にもコメントといいねお願いします。それでは残りゆっくり食べていきましょうけ。飲んでいこう。飲んでいこう。あ、もうワイン変えよう。あ、カラッチョ。ちょっとある。